はい、どうもずんです。今日なんですけれども、ソード&シールドで発売されたこのカビゴム VMAX を使っていこうかなと思います。まあ、このカビゴム VMAX マジででかすぎんだろって感じの HP してるんですけれども、技巨大ホールを持っています。トリプル加速エネルギーで殴れて60プラスベンチポケモンの数 ×30 ダメージということで、ベンチが5匹埋まっている場合210で、スカイフィールドを張ってあげることによって最大300点まで出せると。まあ、300点って実質無限なんで、まあ、基本的なポケモンをワンパン、まあ、カビゴム VMAX 同期だった場合ワンパンできないんですけど、まあ、基本的なポケモンをワンパンできますよと。でそのポケモンと組み合わせていくのはチラチーノ。これ可愛いですね。特性がやりくり、程度を1枚切って2枚引くと、まあ、ゾロアークの取引みたいな能力ですね。まあ、このデッキ、このやりくりもそうですし、カビゴン VMAX の巨大フォールに関しても、まあ、ライオットビートみたいな能力持ってるんで、まあ、このデッキ実質ゾロアークですね。というわけで早速対戦の方に行ってみましょう。はい、マッチングしました。対戦よろしくお願いします。超単タイプということで、まあ、ちょっとデッキはわからないですかね。ハローと。じゃあこっちもハロー送っておきますか。先行取られてしまう。まあ、ここがいいんですけど、ハンド強くないかこれ。かなり強いぞ。クイックボールから、どうなんだこれ。はあ、パソコン通信切りたいけどな。切りたいけど、切っていいのかこれ。切るか、切るまであるな。N 切って、シェイミ持ってきて、これパソコン通信で切っておきたいっすよね。もう全切りしますか。パソコン通信で、これ、ナギだけ引いておきたくない？あるよな、多分。ナギだけ持ってきて、で、山確認して、まあ、大体あると。ちょっと全然見てなかったんですけど、チラチの出して、シェイミで、セットアッピング5枚ドローウィングをしていくと。カビゴン V1 枚出したい。いいね、これ。これさ、シェイミ出したいけど、ハイパーボールこれ切っていいんか？テテフ持ってきて、テテフ持ってきて、あるな。いやー、でもダメか。いや、テテフ持ってきたら大丈夫か。テテフ持ってきて、テテフ持ってきて、シェイミ、打っておいて、これでいいかな。で、一応、トラッシュにナギ行ったんで、バトルサーチャーの受けもできてるんですよね。悪くないんじゃないか。いや、これハンド強くないか、かなり。これは、この状態で終わる。いや、逃げるか。軽いし、これ破壊されたら面倒なんで、逃げときましょう。相手がもし眠らしてきても進化できるんで。いや、これさ、盤面強強男じゃん。いや、これさ、先位置でも全然回りますね。これ、後の方が強いと思ったんですけど、先位置でこの動きできるのであれば、これ全然、先取る説まである。で、相手、動き結構、バトルコンプレッサー。バトルコンプレッサーこれ強いですね。エネルギーとかたまたま落とせるんで、まあ、たまたま入ってないと思うんですけど、ギラティナ3枚。これあれか。これ多分あれだよな。なんだっけ。名前が思い出せない。デスカーンか。これ多分ギラティナデスカーンですね。これワンチャンやばい可能性あるか。いや、大丈夫か、さすがに。アスロラなんで、アスロラでシェイミとか全部戻しまくってれば、多分大丈夫だとは思うんですけれども、メガサーナイト EX ではないと思うんですよね、さすがに。メガサーナイト EX ではないとなると、カビゴンとそこに乗せていく。これ全部ギラティナ出すのかな、出しますね、相手。で、多分デスカーン、このターンデスマス出されなければ、次のターンデスカーンで殴られることはおそらくないので、まあ、そこに関してはいいんですけれども、これめっちゃチラーミーが傷ついていくんだけど、悲しい、マジで。さらに、ギラティナを出しまして、ダメ感を乗せていくんですけど、これマジダメ感バラマキ強すぎワルタなんだけど。やばいな。でもこのターン相手動けなくないか。特にやることなさそうですけど、終わりですね。まあ、これナギから展開していきますか。ハイパーボール強えな、これ。ハイパーボール強くないか。ナギ、これと、高校ですね。で、いや、これはマジ盤面が最強なんですけど、これでもデスカーンだった場合、スカイフィールド貼るの裏目なんだよな。もしかすると。もしかすると裏目の可能性もなくはないんですけれどもってなってるんですけれども、あ、これバリアードじゃない、これウソッキーが強いな。これスカイフィールド貼ってウソッキー出す策全然ありますね。で、ここもう一枚メイクドゥして、スカイフィールド欲しいけど、どうなんだろう。そうです。スカイフィールドウソッキーすれば相手結構もう動き制限されるんで、ありがたみが深いんですけど、これやることねえな。たまたま、カビゴン VMAX もう一枚出しておく策が、まあ、存在するから出しておきますか。これシェイミかなり邪魔ですね。これシェイミをアスロラで戻そうと思ったんですけど、相手上手くて、シェイミにしっかりダメ感乗せなくてアスロラで回収できないんですよね、これ。なんで、ちょっと辛かったりするんですけど、まあこれしゃあないか、もう殴っていくか、カビゴン VMAX で。そうですね。まあこれそろそろチラチーのヤバヤバな山なんですけど、巨大フォール。ダメ感3つ、4つか乗せられて、あと30点だから20点か。ちょっとまずいな。また呪いの札とか貼られちゃったらワンチャン、そうですね、倒されちゃいそうなんですけど、ワンチャンこのチラチーノ自身をアスロラで戻す策が存在すると思ったら、カビゴン VMAX に乗せてきた、スカイフィールド、バトルサーチャー、これ手で出せないんですよね。てか、アスロラあるか、アスロラあるんで、アスロラで、わちゃわちゃしていく策があるんですけど、これなんだ、本当に。デッキがわかんない相手。普通にギラティナで殴ってくるデッキなのか。そうっぽいな。そうっぽいですね。だったらこれもう、お札つけられるとめんどくさいですけど、このままどついていっていいと思うんですよね。特に、まあ、チラチーノがワンチャン倒されちゃいそうなぐらいなんですけど、ネクロズマか。そのコンボ強いな。まあ、そのコンボ強いんですけど、こっち言って盤面すごい盤石なんで、まあ、理想の盤面は、スカイフィールドを張って、あれですね、ウソッキーまで出すと、相手ベンチ4匹しか出せなくて、結構苦しくなると思うんで、そうしていきますか。ドロー、グレートキャッチ。これグレートキャッチは最強じゃん。これグレートキャッチは打つか。
これさすがにグレートキャッチャーでネクロズマ倒したら相手あの泡吹いて倒れると思うんで、ここ泡吹かせに行きますか、はい、ああいい、これ強い、これなんだよな、つってる、これが最強なんで、これバリアードを出すか、出してもいいか、バリアードが、まあベンチ狙撃あるか分かんないんですよね、フィールドめっちゃ低いやんけ、これそんなにいらんぞ、あのこれあれか、トリプル加速ねえわ、トリプル加速がないないなんで、ないないですね、これは、まあ、一応スカイフィールド化の、これナギの方が強そうかな、ナギ打つか、ウソキ持ってきて、ナギまで3000イナギまでこれ出して、出すというか、3000イナギまで打っていいと思うんですけど、どうなんですかね。ギラチナ落とされちゃうんですけど、まあ関係ねえということで、ナギまで持ってきて、ここはチラチーノの後続を立てたいマンなんで、こんな感じでいいかな、そうですかね、こんな感じで、まあこのターン殴れなかったのは仕方ないですかね。で、これカビゴン V 出すか動画ゲーミングなんですけど、シェイミがトラッシュするから出さなくてもいいかな、これ。出さないで良さそうな気がしてるんですけれども、このまま終わっちゃいますか、ターンを終了。一応次のターンにグレートキャッチャーからネクロズマ出してみたいな動きを取って、アクロマ強いな。この11枚ドローかなり強くないか、なんならこれ普通にカラマネロプラス軽石で普通に倒されちゃうな。何張ってきた、ミストリか。まあこれは多分カラマネロですね。からのマネロで、これギラティナ倒していくと、あ、てかこのターンは確実に攻撃されるか。そうですね、ネクロズマ軽石があるんでしっかりと入れ替えられて攻撃されていくんですけど、これギラティナ全然130しか出ないんですよ。130ってカビゴン VMAX 化するとヘでもないんで、2パン耐えるんですよ。2パン耐える冷静に強すぎるな、これさすがのカビゴン VMAX 耐久ですね。で、もともと40ダメージ入っているんですけれども、まあ、関係ないんで、もうこれどつきましょう。で、相手これスカイフィールド張り替えられるかどうか、まあ、張り替えられてもネクロズマ倒せますし、シェイミがいなくなるんで逆にありがたくはあるんですよね。そうですね、ブルワーで軽石と、あれ破壊していくんですけど、まあ、ここシェイミをトラッシュすれば、まあ、ちょっと邪魔だったシェイミをね、倒すことができるんで、まあ、ありがたいと。まあ、シェイミは基本的に使い捨て、まあ、結構スカイリターン打つんですけど、このデッキだとスカイリターン絶対打てないんで、で、スペルタグ張っていく、サイコリチャージからネクロズマ軽石でこれ攻撃していきますね。これネクロズマで攻撃されるだけも考えておいた方がいいんですけど、まあ次のターン多分倒せるんで大丈夫かな。で、カビゴン V とカビゴン、まあカビゴン V マックスが2匹、まあカビゴン V2 匹でもいいんですけど、いれば倒せるんで、倒せるっていうか、無限にループできるんですよね、アセロラで。なんで、そうですね、このターンは倒されなくて、どこに40ダメージ乗せるかゲーミング、まあ多分ギラティナでしょう、前の。そうですね。まあこれはネクロズマ倒しに行っていいと思うんで、まあとりあえずたまたまからかな、たまたまから、メイクルやりくりで、まあ、ちょっと6枚引けるんで、そのうちにトリプル加速を引いていきたいんですけれども、引きましたね。こうなってくるとアセロラ打つたくあるか。次のターンに倒されることが、8巻き込みで130、8巻き込みで倒せないんですよね。8巻き込み今しめの祠でワンチャン破壊されるんで、まあこれ逃げておいてもいいのかな、もしかすると。その説結構あるのはちょっと迷いますね。アセロラで1回戻しておくっていうタクが、まあ、存在はするんで取ってもいいんですけど、1回たまたまで引きますか。で、ここスカイフィールド別張る意味一切ないんで、多分ないと思うんで、まあ、張らずに行きますか。で、めっちゃやりくりして、ちょっとやりくりしすぎましたね、これは。で、次のターンはスペシャルチャージからトリプル加速を戻して、まあ、またトリプル加速を引きに行くっていう動きでいいと思うんで、とりあえずこのターンは、テテフいらねえかな。いらないカードを切っときたいんですよね。これザオボーの方が強いか。多分このターンカビゴン VMAX 倒れないんで、倒れちゃったら受けますけど、いや、さすがに、なんかあるかな、ちょっと、考えが至らなかったんで、ワンチャン破壊される説がある気がするんですけど、まあまあ、ここは気にせずグレートキャッチャーで、ネクロズマを出して、そこをばっこり倒していきますか。グレートキャッチャー。たまたま2枚切りまして、ネクロズマを呼び出す。で、巨大フォールを打っていきますと、210ダメージ、いいですね。で、あとサイド3枚で、まあ、次の段おそらく、このカビコン VMAX 倒されないので、アセロラから、後ろのカビコン VMAX を出すという動き。まあ、これかなり盤面盤石で反動も強いんで、エンドとか打ってきても、まあ、言うて、またメイクドゥから、やりくりから、いろいろ引けるんでいいんですけど、いや、またお札貼られちゃいましたね。まあ、これはもうしゃあないんで、普通にアセロラ打ちますか。アセロラから後ろのカビコン VMAX 出して、もう一枚カビゴン出しておくという動き。まあ、これが完璧ですね、かなり。缶のペキなん で。ギラティナ。一応これ LO も考えておかないといけないと思うんですけど、されるかな、LO。されないと思うんだけどな。ダメ缶乗る。まあ、このチラチラがちょっと怖いんですけど、言うて、一匹倒されたところで、このカビゴン VMAX を二匹倒さないことに相手勝てないことには変わりないんで、まあいいんですけど、このバトルサーター強えな。アクロマだよな、多分。アクロマから、そうですね、9枚引いていくんですけど、相手打点がギラティナしかないんで、ギラティナのね、130なんてね、ヘでもないんで、このカビゴン VMAX ちゃんは。もうやばいんでね。でかすぎるだろ、こいつ。なんで、完全に。あれめっちゃ好きなんですよ、テニスの王子様の。あれ冷静に、あれ意味わかんなくないですか、あれ。なんであんな大きくなるねんっていう感じなんですけど。ちょっとインパクト、生きるんですよね、これが。まあ、アセロラが強すぎて、マジで。まあ、これスペシャルチャージからでいいかな。で、これ引く意味ないと思うんだよな。スペシャルチャージから、トリプルカソキングを2枚戻して、アセロラ打っといて、いや、これ相手もう絶望先生だよな、普通に。
絶望先生すぎる。出してもうメイクルー使わなくていいか、このままとついていきましょう。巨大フォール怒ってますね、すいません。ハート押しておきましょう。これはまあ札で、まあおそらくチラチのあたりにダメ感乗せられちゃうとは思うんですけど、まあ言うても関係ないんで、ここまで来たら盤面盤石男なんで。おー、なるほど。その乗せ方は何の意味があるのだ、わからんな。で、まあ、相手がもし GX 出してきたらグズマで勝ちですし、グズマあるっけな、多分ある気がする。あ、出してきたんだけど、マジ出してきたんだ。だったらこれはもうグズマあるよな。ちょ、確認してないんだよな、マジで。私の悪い癖、確認しないが出てるんで。あ、これあれか、ネクロズマで攻撃されちゃう可能性が、泣きにしもあらずんばって感じ。その説がありますね。そうですね、ネクロズマのこれ結構ね、技強いんですよ実は。私そのピカゼクとかが強かった時、まあ4も強いんですけど、まあ N はまあいいですね。これはあのマーシャドウの特性を使って、ネクロズマ暁の翼のイプリックスムーン GX をピカゼクに対してバチコリ打っていた時期もあったぐらいなんで、これかなり強いんですけれども、技のダメージは効果を受けないということで、まあでもこれアセララ打てるから言うてまたね、いろいろワチャワチャしてればいいんですけど、GX 技打っていく。これどうしよっかな。とりあえずメイクドゥします。とりあえずメイクドゥしていきますか。アセララおそらく引けるんで、アセララ引いて、そしたらもうこの闇の閃光がね、あの、あれなんで、クイックボール、アセロラもうないんで、これバトルサーチャー引くしかないんですよね。テテフです。テテフではダメなんで、これはもうアセロラ引くしかないんで、しっかりとメイクドゥしていくんですけど、ワンチャンこれ倒されるか。ワンチャン倒される説あるな。バリアード。この軽石で逃げておく説もあるけど、まあこれは言うて次のターン、こいつ倒せば勝ちなんだけど、グズマあったかな、グズマあったかどうかすら覚えてないんで、ちょっとクイックボールで確認していいですか。引いたわ。これは、アセロラかな。アセロラで、カビゴン VMAX 前に出しておくか。で、いいと思うんだけどな。まあ、できるだけカビゴン VMAX 倒されたくないっていうのは、まあ、全世界共通だと思うんで、そうですね、全世界共通のことをしていきますか。で、アセロラ。いや、この動きマジで、犯罪だよな、普通に。マジでやばい。まあ、このターンは相手ダメージ受けないんで、まあ、このターンはエンディングヒーローでいいかな。エンディングしちゃいますか。ターンを終了。で、まあ、相手さすがにこのネクロズマ入れ替えてくんのかな。軽石張れないんですよ、相手。軽石張れないんで、これグズマしかないと思うんですけど、まあ、その場合こっちがグズマでよくて、マジグズマあったかどうか確認してない漫画、マジでやばい。ない気がすんな、ワンチャン。まあワンチャンなかったら、まあ、普通にギラティア2匹倒せば勝ちなんで、まあいいんですけど、まあ、普通に、あれですね、手で切って逃げていく男になっていく男。まあ、これはグズマ込みで勝ちなんですけれども、しっかりとどついていきますか。まあ、本当にこのデッキ、でかすぎんだろうなんで、完全に。シャドウインパクト。いやマジでカビゴン VMAX の耐久無限ですよね、本当に。実際のゲームだとどうなのか分かんないんですけど、まあカードゲームだとマジ耐久鬼なんで、鬼の耐久男って感じなんで、ちょっとグズマ見ますか。あるか、ありましたね。まあ、これは、しっかりとグズマでトリプル加速をしまして、カチカチ山のタヌキさんということで、はい、対戦ありがとうございました。